内陸県埼玉から海の未来を見つめる海と日本プロジェクト in 埼玉県。自然の魅力に惹かれ富士山のそばへ移住までした鮭さん、そのきっかけを聞きました。あのレッドレーズっていうグループやってた時に函館のねちょうど崖の上で撮影してたんですよね。その時にやっぱりすごくこう嬉しい気持ちになってるっていうかね、やっぱそれを特別な感じを感じたんですよね。でこういう気持ちって過去にもあったなみたいな、で思い出すと必ずそれはやっぱり自然の中にいるという、でそういうのに気づいたのは30ぐらいの頃なんですけど、それ以来だからその自然の中に行くっていうのはすごく大事なことになって自分の中で、で最終的にやっぱりそう自然の中に住みたいなみたいなことに思ったんですね。シャケさんは町から自然の中へ移住したことは曲作りにも大きな影響があったといいます。あの町に住んでるのとは違ってやっぱり自由な気持ちになれるってあるんですね。でそういうなんか自然の感じるものをね音楽にしたいと思って行ったんですけど、まあそういう直接的にそういう自然と関わり合いのある音楽だったりもいっぱい生まれたし、そうじゃなくね曲でもなんかおおらかさが出てきたなっていう感じがします。自然から大きな影響を受けているシャケさんは自然を守るためにこんなことをしています。うちではそういうコンポストっていうのがあって生ゴミをだからそういう拾いにしたり釣りにしたりとか、そういうあとこう草刈りとかちょっとね余分な木切ったりしたのはまあ一箇所に集めて、子供とねなんかそういう埋め立て地を作ってる何年もねするとどんどん本当に土みたいになって。最後にこれから自然と向き合っていくためにどんなことを心がけるべきかを聞きました。まあ、自分がね強く思うのはなるべくこうすでにあるものを活用してそれを嬉しい感じで見栄えとかはまあね今なんか良くしてなんかそういうふうに無駄に変などうにもならないものがいっぱい残っちゃうようなねそういう世界にならない方がいいなと思います。海と日本。